北海道内のゴールデンウィークの渋滞予測をお伝えします。今年のゴールデンウィークは道東方面や道南方面への移動が多くなると見込んでいます。まず道東方面では観光などに伴うご覧の渋滞を予測しています。また道南方面ではお花見などのレジャーや観光に伴う渋滞を予測しています。各方面への移動に伴い薩村道や道央道などでも渋滞を予測しています。分散利用へのご協力をお願いします。詳しい予測は道内の休憩施設などで掲示配布します。ぜひご活用ください。